何やったの？これあの It's too bad。 あ、そう、言ってるよ。ちょっとやめて、ちょっとやめて。うん、僕じゃん。そうそう、柏のジミー、柏のジミー、幕張のジミーで、俺がドラムセット交わしちゃったのに。そう、マスターの交わした田中中華なんかで、でその時レコーディングでアイモンファイヤーをフィルカスがアレンジして、で、レコーディング1曲撮ってそのままシングル出したいって話になったと思います。ポールさんが歌うの？ポールさんが歌って呼んで、うん、葛西まで来たんだけど、でそのバックはヒロカズがギターもベースも全部やって、まあ、マーツくんは結局マネジメント系で、その頃からずっとで、ドラムは湊さんだったんですよ。やったんだろう、うん、いや、湊さん、はじめましてみたいな感じで、チェックインの話でもう超盛り上がってで、ドラムセットも持ってきたけど、あ、これ今日これ使おうわ、店のスタジオのセットを使ってくれます、いいんですか、ヘッドも全然考えてないですか、いい、まあ、これがすごくいい、いい感じだ、持ってきたやつもいいわ、これで撮ろうなんつって、俺は店長だけど、まあ、店番って感じ、うん、で、ポールさんが来てくれて、うん、歌いでして、うん、まあ、1曲だったんですけど、まあ、ほぼほぼ1日というか、もう夜中近くかな、シングルで出てはいるんですけど、まあ、アレンジも結構あの原曲よりはちょっと途中からパンツ、面白い、うん、で何、そのやつがあったから、あったからちょっとユナイテッドやんないみたいな、でその時に今度もうなんかポールさんのためにみんな集まろうみたいな感じで、マーツ君とかマヒルカズ君に声かけて、それでラウドの新原さんとか山下さんとか、アシェカの、ね、メンバーさんとかマリノのレノさん、みんないろんな時に声かかって、もう作ろうとリミットアルバムで待った時に、そしたらヒルカズとマーツ君いやちょっとなんかもうすごすぎて、で確かに、で大石さんがまとめた、そういうことね、うん、本当に言われたやつが言われてて、曲をこれやりたい、これだわ、何やったの、これは It's too bad。 あ、そう、随分またそれをもうゴリゴリにアレンジしてあ、だから違うとか言われたんだ、そう、前あのインタビューとかのアドケットで見てきたよね、マグナムはデスメタルじゃないとかさ、マグナムはデスメタルじゃないとかさ、すっげえ叩かれたらしいんだけど、で、マツ君とかヒロカズが、やっべえ、マスがユナイテッドだって、おじさんやばいねって言ってくれて、なんか、いや、これ、あれに来たのもハーリーなんだけど、ハーリーはもう、ね、マグナム大好きなんだよ、みんな好きだよ、あの頃マグナムは。千葉のジミーだって言ってる。それ言ってるぐらい。ちょっとやめて、ちょっとやめて。うん。僕じゃん。そうそう。柏のジミー。幕張のジミーって言うぐらい。それぐらい、うん。いや、もうみんなジミーや。あの時みんなジミーになりたかったからね。ジミーさんがストラト使ってたり、ああ、さ、やっぱハウリーも使ってたもん。これはキムシ君が一応だけどマジで。いや、キムシ君がストラト使ってたの、もう JK にバリ。あれもうそこですよ。マジで。でも JK が好きだから。初めて聞いたんだけど、息子さんがレアリティの時そうだった、しかもレスポールもカニさんは、うん、カニさんのストラトはリッチ・ブラックモアなんだよその後ね、あのじゃあ J クイリー仕様になってるわけだ、ハイスケットバイでもリッチ・ブラックモアじゃないですよ、ハイスケットバイでもリッチ・ブラックモアじゃないですよ、小岩でジュエルと出会って、うん、レアリティの方は、うん、小岩で店員やっててジュエルが練習してくれる、で、まあ、チョウス君ともすごい仲良い、ね、ファンだからで、ジュエルメインそうね、ジュエルは年上だからね、一個上だからね、もうケンちゃんはもう何の、あ、ケンちゃんはもっと上だもんねその話もちゃんと言ったけど、キョウス君も大森君も上だからね、で、外交人だけ人だったんだ、そう、うん、あいつはね、で、また工事も M の店員になったんです、あ、そうなの、そうそう、で、その時俺と鹿島のギターの村山さんと時代工事とかってそういう起伏の敵やったレアリティとカスバとジュエル、うん、カスバってジュエルとカスバって言ったらさ、千葉県も千葉のスルー
みんな千葉でブレスレスジュエル先輩とめちゃくちゃかっこよかったね。もう俺なんか超清志くんの真似してたもん。清志くんそば味だから俺もそば味にしちゃおうなんて。俺もそば味だから。俺も、まあ、あの頃みんなそば味ですから。こうね、もういつまでもランディローズじゃねえなって思って。毛も、毛もいっぱいあったしね。これね、 JPD だ、こいつが今後清志だと思って。え、でもそれは初めて聞いて。じゃあ今度マッドビーガーズ見に行こうよ。うん、近いし、ちゃんと挨拶したいんじゃん。かっこいいよ、うん。俺ら、俺と田村の記憶なんかよりもよっぽど好きことしてるから。いや、飛んでる飛んでる。田村の方が絶対詳しいよ。あいつ飛んでるな。忘れねえな、あいつも。曲が忘れるくせに。曲が忘れるくせに。やめて。曲違う。曲を忘れるんじゃなくて、覚えられんの。でもちゃんとあいつ復習してるから、うん、あいつ今すげえ真面目だよ。リハビリでなんとやってたんだろう。そうそうそう、昔やってたことを思うぐらいのレベルはもうちょっと間違いさえなければ、うん、あの一つさえ叩かなければ多分は大丈夫。叩かなければ、うん、あのちゃんとドンカマかまして今ずっと練習してるんだけどさ、うまい、うまいっていうかちゃんと安定はしてる。でだからいいドラム、もともといいドラム。やっぱね、おかずを入れようとすんのよ。すごいフィールを入れようとすんの。そうするとお前今一泊早くねみたいな。無理くり合わせるから。いや昔からもっとアムナは安定したね。飯塚の難しいことやんない二人じゃん、飯塚もたぶん。そう、そんな、まあ、あの当時そんなマネが難しいかったの。スーパースが叩けるからってそんなね。でもさ、やりたいじゃん。ラウドレスのコピーができたから相手も、まあそんなみたいじゃん。まあでもやりたいじゃん、難しいことやりたいじゃん。あの当時はさ、俺全然できなかったけど、未だにできる。もうスタンディングステージの通話するみたいなのもう最高だろ。やばい、レインボーのスポットライトチート叩き。ああ、そこで何が言えるんだ。誰がうまい。久保とバンドやってる時にさ、家にスタジオ持ってる。なんだっけ、あの北川さん住んでる。左利きのドラムの人。左利きだったっけ。そうだよ。そんで、セコンドもうスタジオにしちゃって。そうそう、部屋を。俺だって一回行ったことあるよ。俺もそこで練習したな。それ何、あの、なんだっけ、なんでバンドだっけ、それ。バンド名やわ。要するにレインボーっぽいやつでしょ、うん、で、なんか、アイズって。あ、アイズ、レインボーアイズだった、ビタミンジアイズのそのアイズって言ってたかも。いう名前にしたようなしな。俺たちがユウだった頃ね。そうそう、ユウだった頃。それはすごい匂いを見てんだよ。俺だったから。もうさ、タムロに言われるまで全く忘れてさ、そう、確か言うって言ってたかもと。俺だって リプしたもん。俺言うだ。なんか見た見た見た。一回じゃない。マキタがいたじゃない。で、俺がドラムセット交わしちゃったのに。そう、マキタ交わした。田中中華なんかで、でブラバンだった。マキタ？そう。ほんで、あ、ブラスバンドにドラムしたんだ。一緒にバンドやろうぜっつってさ、レインボーとかやるぜって、なんか全部知ってたんだよ、うん、コージ・パウエルとか。で、来て、ドラムセット持ってんの、知らんせい持ってんの、買っちゃおうぜ、みたいな。お茶の水してひどい。だっていくらよ、ドラムセットって。でもね、タマの当時ロイヤルスター、20万、20万。高校生で、高校生です。だって俺だって、すいません今皆さん、俺だってマーシャルなんて高一です。いやいや、俺、あ、そう、もうそれしかなかった選択。いや俺だって、でも俺、俺は高校卒業してからじゃマーシャル買ったの、うん、だっけ800、俺800じゃん、の前の1959だって。あのあれでしょ、こうあのこういう風になってるやつ。そうそうそう、こうなってる横に一つじゃないやつね、うん、あれね、アミさんの真似して俺も2ボリュームのやつ買ったら、うん、全然あれがそう、あれ直したんだから俺、マーシャル改造して。そうだよ、あのそれこそさっき言ったケンちゃんがイケベで働いてたの、うん、で、もうさ、でさ、ツーボリュームさ、こう4つインプットがあるじゃん。話してたら全然注文できてない。ああ、いけない。ただ何、あの子ほら、これもなんかどっかこうやって並べんじゃん、これなんつうの、あれこう繋ぐじゃん。ああ、ジャンプってあのワンチャンネルついてんの。ワンチャンついてなかったの。ついてないんだよ、ツーボリュームなんです。今あの2じゃなかった。で、ツーボリュームだったんだけど、ツーボリュームの800試して、で、マーシャルを買ったんだけど、俺のこういう一丁線なんですね。そう、うん、これそこの4つあるスピンクを潰して、そこにマスターボリュームつけた。改造したんだ。いけば、そしたらすげえ歪むようになって、まあフォローアップでワンツーを、そう、で、こっちだけ
それはいい。でそれでスあのボスのスーパーオーバードライブで、まあもう、それメディアの時そうだったの？うん、高校生の時？そう、あ、いやいやいや、そっか、高校卒業して卒業したぐらいか、うん、アンプ買ったの。そうだよ。だからあの時あのレースボールの借金とマーシャルの借金で、まあハイボールロイチューファイです。はい、ハイボールこっち。俺買っちゃったね、高一年。松戸の東西スーさんの魚屋でバイトしてるような。で、いっくんとか、おのちんとか、そこバイトした。カジさん、金持ってたよね、あの時ね。金がなかったよ。